それでは車のリクエストなんですけども、簡単なマスタードソースの作り方、それと、サバの料理ということで、今日は、クラシックなマスタードソースの作り方と、サバのソテーで、一品作ってみたいと思います。はい、分量です。まず、バター、マスタード、フランスのマスタードなければからしでも結構です。あと、片栗粉、そして、お水、これはお湯にします。これから沸騰させます。そして、サバ、ソテーするオリーブオイル、サバは海にいるので、塩コショウを軽くします。ほんの少しです。白胡椒です。そして、フランス語でファリネって言うんですけども、小麦粉をこうやってまぶしておきます。よくまぶしておいてください。はい、こうやってまぶしておきます。これから湯煎で、湯煎の場合こういうなんか布かこういう紙をお湯の中に入れていただいて、ボウルで湯煎を作ります。ちょっと一回沸騰させて弱火にします。そうしましたら、ここにバターを入れて溶かします。はい、バターを入れて、そして、マスタードも入れちゃいます。マスタードがなければからし、マスタードはディジョンの、あと好みで粒マスタードにしても結構です。マスタードがなければからしでもいいです。そしてよくこうやって湯煎で溶かします。はい、マスタードが入っているのでとろみがつく。そこに、はい、こちらお湯が沸騰しました。よいしょ。ここに、片栗粉を入れちゃいます。ダイレクトに。そしてよく混ぜてあげて、はい、バターが溶けました。で、片栗粉が入りましたので、ここに沸騰したお湯を少しずつ入れます。そしてとろみをつけます。これは湯煎にすることによって非常になんていうんですか、とろりと卵のスクランブルエッグのように、とろみが湯煎にすると片栗粉も入ってますし、見てください、とろみが。では、味見をしてみます。お、完璧です。ちょっと片栗粉が入っているので、もう少し、片栗粉をよくこう湯煎で、火が入れるようなイメージで、はい、これで出来上がりです。そして、湯煎から、外しておきますと、もう少し濃度がつきます。では、サバをソテーします。分量のオリーブオイルです。そして、はい、ちょっとこれでヒヤッとその熱を感じたら、小麦粉をよく払ってもらって、
皮の方から焼き上げます。中火です。お刺身でも食べられるような鮮度がいいので、沿ってきますので、これあのこれフランスのスケッパーでこうやってこう見てください。こうやって弾力があるので、身が崩れません。こうやってよく押し当ててください。返します。よいしょよいしょ。はい、もうちょっと、はい、焦げ目をつけます。だいぶ強火なのでちょっと弱火にします。それでは返します。よいしょ。はい、これぐらいの。あとは、弱火にしてじっくりと火を通します。途中で油がありましたら、こうやって上にかけて。そうするとしっとり上がります。それではちょっと温度を下げてあげるととろーっととろみがつきますので、はい、見てください。おソースをたっぷりかけます。はい、このソースはあの、今日は、サバのポワレを乗っけますが、いろんな、もうマスタードですからお肉とか、お魚もちろん、あと鶏、何でもマスタードって万能です。はい、出来上がりました。はい、それでは、試食してみたいと思います。このあのマスタードクラシックのこのおソース、これあの全てに万能ですから、これ一つ覚えていただけるといろんなバリエーションが効くと思います。それでは、僕あのマスタードが大好きで、もうステーキでも、マスタードだけでいただきます。はい、ソースをたっぷりかけて、マスタードがピリッと効いてて、そしてあの湯煎で火を入れているので非常に、なんて言うんでしょう、オランデーズソースみたいな、非常にあのしっとりした素晴らしいあの出来上がりです。もう上質なあのおソースと言ってもいいと思います。で、これあの付け合わせはないんですけども、付け合わせは50ml、茹でた野菜とかパスタとかリゾットも合うと思います。今日はですね、非常に変わったあの僕も大好きな、よく飲んでるんですけども、イスラエルの、
ヤーデンという白シャルドネですを合わせてみました。あ、非常にフルーティーで、洋梨の香りが若干します。このイスラエルの、ヤーデン赤も、めちゃめちゃ美味しいんですけども、イスラエルの人方が特別にお祝いの時に、飲む、ワインです。ぜひ日本も、簡単に手に入りますので、非常にリーズナブルです。おすすめいたします。まったりしたソースの感じ、そしてイスラエルのフルーティーなヤーデン、抜群です。これを飲んでヤーデンなんて言わないでください。バッチリです。グーです。どうぞ、一つこのソースを覚えておいて万能にしてください。ぜひお作りください。